木漏れ日が差す緑のトンネルの坂道にカフェや陶磁器工房が並びます。元気と笑顔と、一生懸命と、それがそのままお客さんに通じていただ伝えていければね、一番いいかなと思ってますね。諫早市森山町唐子の長谷川武雄さんと妻の恵美子さん、結婚して38年、武雄さんは雲仙市南串山町、恵美子さんは小浜町の出身。夫婦で陶磁器工房とスイーツカフェを営んでいます。要は自然があって、ちょっとお茶が飲める場所があったり、ギャラリーがあれば、デザインとか企画によって素敵で地域の資源になるような付加価値のある場所を作れるんだよってことを一つは証明したかったのが、このカフェを作るきっかけの一つなんですね。陶芸家でデザイナーの武雄さんは1986年に長谷川陶磁器工房を設立。日本クラフト賞など数々の賞を受賞し、イタリアや台湾で展覧会を開くなど国の内外で活躍しました。ユニバーサルデザインの草分けです。まあ、より生活を豊かに楽しく、そして便利にっていう道具作りをやってますので、そういう生活のシーンを先に、僕の場合はなんていうイメージする。で、そういう生活空間の中にこういう器であったり、こういう道具であったりあればいいなと。新型コロナの影響で東京や福岡などで開催していた個展や展示販売会は5分の1に減りました。そんなコロナ禍の中でも、これはアルコールディスペンサーですけども、そういうものも今度新たにニーズが生まれてきて、今まで作ったことないものを作るのはすごく楽しいんで、何を求めてるかっていうことをやっぱりリサーチしていって、で、だから時代とともに変わっていくはずなんですよ、アイテム自体は。だから全くその時代によっては作らなかったものを作るようになるし、それに見合ったものを作っていく。新しい生活様式の中で生まれた作品が、7月に販売を始めたアルコールディスペンサーです。新商品のアルコールディスペンサーは、敷地内にあるギャラリーを併設したカフェやインターネットで販売。1999年にオープンしたスイーツカフェカラコノは、妻の恵美子さんが代表を務めます。パティシエの勉強も何にもしてないんで独学なんですけど、まずスポンジの焼き方はどうやって焼くのかなっていうところからスタートしましたね。図書館の本が先生です。全くの独学ですね。美容師歴およそ60年の恵美子さんは、30年ほど前、武雄さんの仕事で訪れたイタリアで食べたティラミスがきっかけで、53歳からお菓子作りを始めました。それこそ年齢も重なってきたんで、本当にこう楽しく美味しく変わらずにやれるのをモットーにしながら、ずっと続けていけれるようなケーキ作りをしていけれたらいいなとは思ってるんですけどね。20年以上作り続けているのがロールケーキ。ママが作った味っていうのはこんな感じかなっていうので作っていたんですね。日にちが経ってもしっとりさが変わらないっていうところをすっごい何回も練習しましたね。多い時には1日20個以上作るというロールケーキは、甘さ控えめのクリームと3種類のフルーツ入り。20年以上愛されているロールケーキがセットになったメニューがカラコのランチです。自家製パンのサンドやカルパッチョなど、地元の野菜を使ったメニューを武雄さんが作った器に盛り付けます。ボリュームもすごいんですけども、味もすごく美味しくて良かったです。緑に囲まれた空間っていうのがなんかすごく癒しになる感じで、甘くなくっていくらでも入るみたいな。そして器の素晴らしさ、久しぶりにまた器に触れていいなって思いました。多い日には1日10組、およそ20人が訪れていたお客さんはこの日は2組4人。
週6日だったカフェの営業も去年6月からは週4日に減らし、営業時間もランチタイムだけにしました。こんな感じのこの景気で助けられると思わなかったなっていうのってものすごく今感じていますよね。カフェではロールケーキのほかシフォンケーキやプリンなど10種類の持ち帰り用のお菓子を販売しています。またスーパーや直売所など諫早市内の3カ所でも販売しています。カフェの売り上げは4割減りましたが、おうち時間の需要もありお菓子の売り上げは 1.5 倍に増えています。人気のお菓子の中で必ず夫婦で一緒に作るのがバウムクーヘンです。今そろそろ比重いいねっていうのはもうこの生地の感覚でね、なんとなく分かるようになりましたけどね。入れます。入れようかね。何よかよ。生地作りは恵美子さん、焼くのは武雄さんの担当です。ここに巻いてる時間と、止まってる時間、それをこのタイマーで調整してて、止まってる時間に焼けていくんで、どれくらい火が焼けてるかっていうのをチェックして、焼きが強い時は時間を短くして、足りない時は長くする。あの焼き物でガス使う人だから、どれぐらいの量を上げて生地をつけた方がいいとか焼き込んだ方がいいとか、その火の加減とか、あのうまいなと思いますよね。完璧を求めすぎてストレスが。およそ50度のバームクーヘン工房の中で1時間かけて70センチの4本を焼き上げます。そして最後に2人の愛情がしっかり入ってる手掛けバームのっていうバームクーヘンを最後の1本で、もともと本来はバームクーヘンっていうと手でかけてたものなんですよね。まあ、それを残った生地でやるっていうことによって少し焼き込んで、作ってみたら、まあ、すごく美味しいんで、割とこう皆さんそれをこう欲しがるんですけど、一本しかできない。甘さ控えめでしっかりと焼き上げた2人の愛情いっぱいの手掛けバウムです。やっぱり美味しいって言ってもらうことが喜びですから、僕らも今のものを作って使ってよかったですよって言ってもらうのが最大の喜びなんで、そこら辺同じなんですよね。夫婦で歩むこれからは、まあね、2人ともちょっと性格違うんでね、それぞれ その長所短所を補い合って、立ち止まらないように元気でこの自然の中でやれたら一番いいかなと本当思いますね。立ち止まらんで頑張りましょう。